月の表側の画像。黒く見えるところが月の海。月の海とは、濃い色の玄武岩で覆われた月の平原である。海の他に太陽、湖、沼、入り江と呼ばれる地形もあるが、これらは、大きさや形状が異なるだけで、本質的には、海と同じものである。地球のように水があるわけではない。およそ40億年前、太陽系内には惑星になり損ねた。 多数の微惑星がまだ多く残っていた。月にこれらが落下して直径数百キロメートル、深さ数キロメートルの巨大な深いクレーターをいくつも形成した。この月の海の母体になった巨大クレーターをベースンという。微惑星の落下が終わりに近づいた頃、月の内部では放射性元素の崩壊熱の蓄積により岩石が溶融し始め、 マグマが形成された。月の質量が小さいため、岩石すべてが溶融するほどの熱の蓄積が起こらず、溶融しやすい成分、すなわち、玄武岩質の成分だけが溶融した。このマグマは、深いクレーターの底から噴出し、クレーターを埋めて平原に変えた。この時点で微惑星の落下がほとんど終了していたため、月の海ではクレーターがあまりない平坦な地形が、 保たれることになった。ラテン語で海という意味を持つマーレと初めに命名したのは16世紀末から17世紀初頭に活躍したヨハネス・ケプラーである。彼は月を天体望遠鏡で観察して月の暗い部分は水を叩えた海であると信じていた。また、ガリレオ・ガリレイも同様の考えを持っていた。1645年、ミハエル・ラングレンが出版した。 世界最初の印刷された月面図プリーニルーニウムではマーレイやオシオネスを付した名前が命名された。1651年、ジョバンニ・リッチョーリとフランチェスコ・グリマルディの二人は月の地形に独自の命名を行った月面図を発表した。彼らは月面のクラン平原に対してケプラーに習ってその大きさや形状に従ってオシオネス、マーレ、ロカス、 パラス、サイナスといった水に関係する地名を与えた。そして海には主に気象に関する言葉を関した名前を与えた。これは当時、月が地球の気象に影響を与えているという考えがあったためであると思われる。彼らの与えた名前が現在でも用いられている。月の裏側月の海は、月の地表の16%を占めている。 月の表と呼ばれる地球を向いている側に多くの月の海がある。一方で、月の裏側にある海としては、モスクワの海、賢者の海などが挙げられるが、その面積は表側の海と比べて圧倒的に少ない。月の海が表側に偏って存在する原因については様々な説があるが、詳しくはわかっていない。ありがとうございます。